荒木大輔チャンネルです。今日はですね、元タイガースでバッファロー、近鉄バッファローズで、あと楽天ですね、最後ね、楽天の方で活躍された川地哲郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますって言ってもね、ほぼほぼ初めてなんですけど、はい、でも、まあ、皆さんご存知なんですけど、こういうね、ノーヒットノーランをやられてね、はい、まあ、たまたまですけど、いや、たまたまじゃないでしょ。たまたまで、いや、でもね、こういうのってでもすごくいいよね。そうですね、その時はね、別にそこまでは思ってなかったですけど、やっぱ引退してみるとね、やっぱりいいですよね。こ、ね、はい、ういうの見ると、でもこれ全部あれでしょ。そうですね、 OB の人とか、そうですね、いろんな、まあ、芸能界の方とかもよく来られてて、はい、めっちゃサインを書いて、はい、後でよろしくお願いします。ああ、はい、で、今日はお土産を、はい、持ってきました、はい、これね、はい、バロンっていうやつなんですけど、はい、要は乳液なんです、はいはい、男用の、男性用の、はいはい、それでこれ僕いつも使わせてもらってて、それでサントリーさんからいただいて、はい、いつもこう使わせてもらってるんですけど、はい、こういう感じになってるんですね。へー。でね、これ年齢的にも、はい、ちょうどいいですか。ちょっとおじさんになってきて、はい、ちょっとカサカサしたりなんですよ。結構浸透するし、でかといってこうベタベタするわけじゃないんで、はい、それでね、何よりもね、はい、匂いって言っていいのか、香りなのかな、香りです、はいはい、香りの方だね、いい方だっていう、すごいなんか落ち着く感じがあるんで、はい、ぜひ使ってみてください。僕も使ってこれの1回も使ったことないんで、ちょっと使ってみます、うん、これが中に入ってますんで、ね、はい、はい、後で、ありがとうございます。後でっていうか今日から、あ、わかりました、今日から今日からぜひ使ってください。これちょっととりあえずじゃあ、はい、じゃあこれで、ありがとうございます。今日は、川尻さんのお店、はいはい、タイガースタジアム、に伺ってます、はい、ありがとうございます。お邪魔してますけども、新橋にある、はい、ね、はい、まあ、先ほどこれも言ったけども、はい、これもうタイガースの結構こう、そうですね、もう一色ですね、はい、すごいですよね。でもこれね、結構ね、みんなお客さんがね、なんか持ってきてくれるんですよ。奉納するじゃないけど、これ飾ってくださいっていうので、ああ、そうです、結構増えてて、やっぱタイガースファンの人多いが 95% ぐらいです、ね、95%、はい、まあシーズン中もほとんどもね、阪神のファンの方だけど、でも自分自身は、はい、タイガースのユニフォームを着てないけど、はい、常に敵シーンだった。そうですよね、はい、でもタイガースいいよねこれ、ね、なんかね、かっこいいじゃない。でもまずユニフォームにしてもそうだけど、そうですよね、なんかやっぱね、僕もタイガースファンの人と一緒に応援もできるんですけど、うん、やっぱハマりますよね。ね、はい、もう本当にハマります。熱狂的な、ね、応援も当然そうなんだけど、はい、なんかやっぱ一つになるもんね。そうなんです、これすごいですね。うちの店もすごいですよ。やっぱみんな歌ったりとか。あ、もちろんもちろん、僕は全部もう応援できるんで、応援も全部してるんで、はい、僕が先頭に立って応援してるっていう、なんかみんな不思議そうな顔してみたりしますけどこれね、中継とか見ながら、あ、もちろん、はい、テレビが、まあ、全部見れるんで。あ、そうだ、これでかいもん、はい、で、こっちとあっちと、わわわわやりながら。これはでもファンの人嬉しいだろうな、これやっぱ東京にやっぱりそういう店が少ないというか、うん、ね、帯のやってる店は当然ないですし、うん、うん、特に関西の人がやっぱね、こっち仕事ずっと来てて、うん、やっぱ飢えてるというか、うんうん、そういう方がやっぱり楽しみに来てくれるっていうスペースですね。神宮とか、はい、東京ドームの後なんかは、そうですね、後にね、あともそうだけど、その時もその時も、はい、その時も、はい、うわ、でもこれたまらないな。でも、俺らは入れないね。あの遊びに来てください。ヤクルトのお力かぶってあ、でもなんか駒田さん来たりとか、そう、はい、来てくれて、完全に一緒に見て、いや、巨人ファンがこっち来て、阪神ファンがあっちでみたいな、まあ、そういう企画を作って、ああ、なるほどね、巨人戦を一緒に見てたとかね、応援したりっていうのもあったりとか、身の危険を感じる、はい、いや、そんなことないよ、そんなことないよ、そんなことはね、そっか、で、はい、こうやってユニフォームとか、はい、いろんなのを見てるんだけど、はい、これもあるじゃない、岡田監督のアレライス、アレライス、はい、アレライスって何ですか。カレーライスなんですけど、デイリースポーツさんが結構うちは仲良くさせてもらってて、うん、で、これをぜひ売ってくれないかというんで、ね、もう終わり間際に持ってきたんですけど、これあれなの、甲子園のカレーとはまた違う、はい、違うと思います、はい、
であのカードとか選手のカードとか入ってまして、はい、あこれはでもそうもうでも今年でね岡田さんもねもう終わったんで、ねうん、まあもう最後のあれかなっていう今度あのねあれなの日の玉ライスになるのかなみたいなああそうだそうだねどうなんだろうそういう風にして持っていくんだろうねそうでしょうね誰かこうついてうん、まあ、これはいいかもしれない結構人気あります結構みんな買ってくれるんで今度いただきますはいはいで早速なんだけど、はい、今日の今タイガースのね、はい藤川監督の話出ましたけど、はい、でもまずは今シーズンのタイガースってどう見てました、はいうん、そうですね、まあ、岡田さん岡田阪神っていう形で見ると、まあ、よくやってくれたかなっていう気は本当しますが日本一にねリーグ優勝日本一になって、まあ、今年は2位だったんで、まあ、ただやっぱり優勝してからの2位なんで優勝する可能性もあった中での2位だったからちょっと残念は残念だったんですけど、いや本当にでも岡田さんにはね、うん、本当によくやっていただいたというか、今シーズンですね、はい、前半結構苦しんでたのを、はい、ああやってね、うん、立て直して、はい、夏以降かな、すごかったです。オールスター以降ですね、ね打線がつながりだしたのは、ねはい、だからああいう風になってきたらなんか本当のタイガースの強さっていうのが出てきて、そうですね。今年もいっちゃうのかななんて思ってたんです。いや僕もねすごい期待はしてましたけど。うんうん、やっぱ最後ちょっとねバテましたねピッチャー、まあそうだね、うん、でやっぱりでもなんだろう飛ばす時期があると、はい、どうしてもやっぱりそうやって試合ですね、ガーッといった時にちょっとやっぱね、うんまあいい本当いい線まで来ましたけどね、うん、巨人との直接対決でね1ゲーム差になって次勝てばっていうところでやっぱり ね、うん、ねちょっとしたミスが出たりとかして、勝てなかったりとか、そういうのを見るとか、うん、やっぱりでも続けて勝つっていうなんか難しさとか ね連覇って言ってましたけど難しいですよ ね、うん、だから選手の気持ちもそうだし、うんまあ、選手だけじゃなくて、うん、コーチとか監督のやっぱり気持ちもやっぱり自分たちはやれるっていうのは思いから、うん、ちょっとなんかこうね乗れなかったのが出たりとか、そうですね、まあでもまあでもそのままクライマックス2位で通過して、はいはい、行ってくれたその敗戦は横浜戦ですよね。横浜戦まあ、あれもね、うん、最初は東君ですよね、うんうんまあ、あれも、まあ、佐伯君がやっぱり、まあ、先制点取られて佐伯君の出来がやっぱりね、まあ、5回1点だったのかな、そうかな、そうですね、抑えてくれたんだけど、うん、内容がちょっとね、非常にやっぱ良くなかったから、流れが悪かったですね、ゲームのね、うん、ね、シーズン中、今年だとね、はい、佐伯投手がずっと頑張って、はい、チームを引っ張ってっていう感じで、いや本当にね、前半だからもう負けて、落ちちゃうんじゃないかって時に、佐伯君がそこで日曜日だったんですけどね、ずっと勝っててくれて、なんとか連敗止めてみたいな、うん、前半から中盤にかけて、本当にフル回転でね、うん、やったんで、ちょっと後半疲れちゃったのかなっていう感じ、まあね、やっぱりしますね、一シーズンになるってさ、はい、まあ、僕はエースとしては戦ってないんで。自分はだ本人がいたわけじゃない、それ昔だけども、はいはいはい、エースとしてやってたわけでしょ、はい、だからそういうのってやっぱり年間通してやっぱ大変ですよ、でも疲れる時期がね、あるんで、うんうん、まあ、前半まあ普通に良くて、まあ、ちょっと梅雨ぐらいからちょっと疲れてきたりして、うん、また秋ぐらいになってまあ、涼しくなって良くなってとかいうパターンもあるし、うん、前半バーッといっちゃって後半やっぱちょっと終わってるっていうパターンもあるけど、まあ、まあ、最近よく頑張ったけどそこがやっぱり後半疲れちゃったのかな、ね、でもこれもやっぱり一つの経験 で、 そうです、ねね、能力はあれだけ高いピッチャーだから、はい、やっぱり来年なんかは ね、 そうですね、またやってくれる、来年やってくれないと困るんで、そうだよね、はい、村上投手とね、村上君もねやっぱりね、最初はやっぱ勝てなくて、うん、まあいいピッチングしてるけど勝てないって、うん、勝てないピッチャーってどうしてもやっぱりストライク欲しくなったりとかするじゃないですか、うん、結果早く欲しいみたいな、 それで悪い流れに行って、もう野手もエラーをするわとかね、かわいそうはかわいそうでしたよね。だから、まあ、バックのせいにしない、しちゃいけないんだけれども、やっぱりバックがもう少し盛り上げててくれれば、はい、もう少し楽な気持ちで、マウンドを立てたりね。そうですね。まあ、それもやっぱり、まあ、それ言い始めたらしょうがないもんね。まあ、そのやっぱりシーズンの流れっていうのはあるんで、そのピッチャーの運というか、勝ち運もあれば、うん、難しいですよね。それはね、昨年、そうやって勝たせてもらったりとか、そうね、自分で勝ったりとか、そういうことがあったわけだから。そうですね。うん、そのトータルがやっぱりね、勝ち星10勝とかまあいろいろね、つながるんで、うんうん、まあ、ここはやっぱ10勝ってのは難しいのかなっていう気もしますよね。
やっぱね、簡単にできる時もあればできない時もあるし、なかなかね、その8、9ぐらいから上に行くっていうのがね、そうですよね、はい、そういうのはみんな経験するんだけど、はい、まあでもそういうのがあって、はい、岡田監督がね、優待ということなので、これについてもね、これはね、いろいろね、まあ、いろんな、まあ、記者とかがいろいろな話をしてるけど、うん、まあ、もう1年見たかったですよね、やっぱね、まあ、岡田さん的にはもう1年やりたかったのかなっていうふうに僕は思ってます、やっぱ次、やっぱ優勝をね、もう1回してやめたいっていうのがね、あったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、監督の最後ってね、なんか難しいよね、だからこうなんかずるずる伸ばせばいいってことでもないけど、はい、でも岡田監督のように去年優勝して今年もね、なかなか、状態が上がらないとこからどうにかこういろんな手を打って、そうですね、あそこまで持ってったから、はい、もう一年っていう思いはね、当然あると思うし、まあ、そうですね、まあ、まあでもやっぱり、ちょうど2年契約でね、まあ、阪神タイガースとしてもやっぱりちょっと違ったあれを出したいとか、あっただろう、やっぱ球児がなることによってね、また人気も出てくるだろうし、まあ、いろんな計算がありながらのやっぱり交代劇だったのかなっていう感じですよ。あれでは今、あれ藤川新監督の、はい、名前も出たけど、はい、現役も当然変わる、やってます、やってます、はい、どんなピッチャーって言ったら、どんな性格って言ったら、